両チームの選抜特徴をお知らせいたします。オリックスバファローズは原西、5試合の投手が0勝0敗、広島東洋カープは間もなく開始となります。広島東洋カープ対オリックスバファローズのスターティングメンバーをご紹介いたします。先攻のオリックスバファローズは1番セカンド福田、代わって高校カープは